3週連続で闇鍋がリードした後、闇鍋がニコニコ配信を開始した4週目で、朝八が逆転している状況のトラ八後継番組の数字。朝八が専用チャンネルからの配信を開始した5週目ではどうなったのか。ニュースジョネ、1週目12万、3週目9万2000、4週目4万8000、5週目6万7000、合計27万9000再生でした。1回目は10万を超えましたが、4週目は5万に届きませんでした。須田さん出演回はすべて5万を超えていることから、須田さんの持つ数字は大きそうです。朝八、括弧有本。1週目86万、2週目64万、3週目49万、4週目77万。合計276万再生でした。5週目は朝八専用チャンネルがスタートしたため、配信はなしです。それでも4週目の数字、集合計77万は驚異的な数字です。闇鍋ジャーナル括弧仮。1週目98万、2週目73万、3週目86万、4週目69万、プラス21,571、こちらはニコニコです。5週目63万2000、プラス14,801、合計389万2000、プラス36,372で、392万8,372でした。相変わらず月曜日のライブはトップを取り続けています。ただ、火曜日から金曜の切り抜き動画の数字が落ちた印象です。これは4週目から始まったニコニコ配信の影響がありそうです。有料会員は2000人程度という話があったと思いますが、2000人も見ないと動画配信時の再生数が伸びず、YouTube のおすすめ動画掲載などの優遇が受けにくく、大きな影響を受けている可能性もあります。朝八、百田直樹チャンネル、プラス専用チャンネル。1週目91万、2週目69万、3週目76万、4週目54万、5週目103万、合計393万再生でした。今までの集合計レコードは闇鍋1週目の98万再生でしたが、朝八専用チャンネルが103万再生と追い抜きました。特に一平さん出演回の数字が驚異的です。また数字的に面白いのが、今までの合計が闇鍋392万8379、朝八393万と差が1628しかないところです。僅差の争いになっています。今現在では専用チャンネルからの配信を開始し、集合計100万の大台に乗せた朝八の方が勢いがありそうです。ただ今後の展開ですが、闇鍋パーティーに関わる方の鍋パーティーがありました。山田社長や元自衛隊員の少佐など、4名から5名のスタッフが確認できました。闇鍋はニコ生で安定収益を得て組織力があります。闇鍋パーティーも1日で10万再生を超えており、朝八同様に毎日ライブ配信体制が整えば、再び追い抜くのではないかなと感じています。健康くんの数字は順調に下がっていくと僕は予想するよ。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。